はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、なんか突然やってきました、第4部超降臨ガシャですね。 SSR 超グレードアップですね。 SR 以上確定、これがやってきたので、まあ引こうと思います。超降臨ですね、言わずと知れた4部の、SP ユニットが手に入るということですね。で、初回がね、25個、ダイヤ25個ということで、そしてですね、今回ピックアップの対象にですね、これは期間限定ですね、期間限定の、ジョースケと赤ちゃんですね。ジョースケ赤ちゃん、こちらがね、やってきたので、これもね、狙いつつ行こうかなと思います。当たるかなとは思うんですけどね。まああとですね、青タロスケですね、青のタロスケ、こいつが手に入れたいということでね、ちょっとやってみようかなと思います。まあね、他が出てきたらどうかなっていう感じですけども、まあ4部勢なんでね、取っておきたいと思います。まあ青タロスケは4部勢じゃないんですけどね、腹部なんでどうかなと思うんですけども、4セットね引いて、5セット引いていこうとは思うんですけど、一発目でね、赤ちゃんが出たら終わりに撤退とさせてもらいます。では1セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。さあどこ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 、こいちくん、さあ2枚目ドララ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 ラでプロフォース、3枚目ドララ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 ラでこいちくん、4枚目ドコ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 クヤース、さあ5枚目そろそろ出てきてもいいんだけど、タルカス、6枚目厳しい、辻アーヤープラス1、さあ7枚目、うーんこれは1枚かな、8枚目はアンゼロ、さあ9枚目、おっと来ました、1枚確定、さあダンニが来る、うーんじゃない、当たったけどゆかこではない。さあ1枚目ワンモアが輝くことはあるのか、いやこれは来なかった。うーん SR は4部とは関係ないですね。さあせめてアビーチはアップしない、しないのね。さあ2セット目気合の雄たけび、うんこれも来なかったですね。さあ参ります。さあ泡の色は何色だ。さあドラララララララで、うーんジョセフ、ロージョセフ、さあ2枚目抜けサーク、さあ3枚目辻アーヤー、4枚目ドラララララララロー、ロージョセフ、さあ5枚目、さあ何か来てくれ、うーんゆかこ、ジョナスさん、さあ7枚目これで何か来てくれたらうんいいんですけど、あダメですね、これはやはり、おっとこれは8枚目やりました、実はですね前回引き当てたんですけどね、相当頑張ったんですよ、相当頑張ってこいつを取ったんですよ。まあやりました、目的のが取れました。そして2枚以上確定ということで、うん、そして赤尻ですね、ありがとうございます、これは引いてよかった。ワン、さあ今のところ当たっております。今回これ引いてよかったということで赤尻上がらない。さあこれでプラス1、うん、強くなってきてるよ、ありがとう。いやこれは引いてよかった。さあ3セット目ですね、気合の3セット目、赤ちゃんお願いします。
赤ちゃん来てください。2枚以上は確定しております。さあドラララララで、あとまだ2枚目、どこ辻、あいや3枚目そろそろ来てくれてもいいんだけど、さあ4枚目、3枚以上欲しいところを欲張っていこう。さあ5枚目来ました、何が来る、タッチダウン、6枚目、タッチダウン違うな、7枚目、どうせなら黒キラ黒尻が欲しかったですね。8枚目、抜けサーク、さあ9枚目、赤ちゃん来い、コウタロウ、バイツァーがかからない、ゼガイ、さあ宮本ですね。さあ、おっ、来なかったか、ワンモアは輝かない、これはどう表現するべきかな、アビリティアップ、アビリティアップ、タッチダウンもアビリティ、おアップした、これはいいぞ。さあ4セット目、気合の4セット目、自力ガチャ参ります。まだ1回も SR が抜けてることはない、ここは最後自力ガチャいきましょう。さあどうなる、さあドラララララ、稲妻走っているが、昇格せず、しげち2枚目は、一見辻なんか来てましたね、はい3枚目、しげち4枚目、どこ、ジョータロー、さあ5枚目、おっと何か来ました、さあ来い来い来い、金助、覚醒数が少ないからまあありがたい、6枚目、ジョーナスさん7枚目、ドラララララララで抜けサーク8枚目、どこ、スイーザー9枚目、さあ赤ちゃん来い、ディスケープリスケ、1、2、3、さあ今回はまあ引けたということでよしとするべきなのか、悪くはない、あとはアビリティがアップしてくれることを願うところですか、プラスに覚醒にでもダメ、さあ金助もうダメ、いや覚醒数が増えてほしいな。さあ5セット目、参ります。さあ稲妻が走っているかどうかですね。さあこれでどうなるか、さあ2枚目、ドラララララでピックアップは何が来る、3枚目、いきなり来ました、さあ来い赤ちゃん、露伴天国、これは厳しい、これがピックアップか、ピックアップは天国なのか、天国のような気がする、何するなぁ、さあ何枚目か忘れちゃいました、おそらくこれが7枚目、あこれが最後か、あ残念、赤尻、おお3枚以上確定、よし、あ3枚当たったのは嬉しいですけど、おこれがバイツァー1位、さあおバイツァーかかりました、2位、どうせかかるなら天国といったところでしょうか、はい、あ3枚ならずアビチはなんとアビチです、悲しいな、おお赤字アビチに上がりました、やりました、さあロハンもアビチアップ、おお2上がった、いや良かったのか悪かったのかというところですね。6セット2枚いくかな、2枚以上は確定なんですよね、2枚は確定、よし6セット参ります、6セットは確定しているので6セットじゃ2枚以上は確定しているのでいきましょう。おっといきなり来ました、さあ何が来る、さあ2枚目、ロギンズ3枚目、どこ
ネコクーサー 3枚目、ホルホース4枚目、ジョセフ5枚目、あこれは2枚のみか、7枚目、フラフォード8枚目、ロギンズさあ9枚目、赤ちゃんは何も来ないな。今回よく赤尻が当たる、赤尻と光太郎が、また光太郎か、また光太郎ですよ、またですよ。これだけ当たっておいて、バイザーがかかっておいて、アビリティが上がらないっていうのはどうにかしてほしい。アビリティアップしない、さすがにしないか。さあラスト、ようやく1ですか、それはちょっと困るな。はい、ということで、6セットですね、引かさせていただきました。まあアウトアロスケがね来たということで、まあよしだなと、しましょう、よしとしましょう。しかし今回は光太郎荒ぶった、はあ母艦が争いどうなるんだろうな。覚醒数は多分トップのはずですね。まあさ最初のね SP ユニットなんで、まあ覚醒数は上がっていいかなとは思うんですけどね、うん、ちょっとなんか微妙な感じです。赤のね、赤助、赤ちゃんとジョウスケのやつはね、次回持ち越しということですね。次回持ち越しというか確定ですね。確定まで、待つことあれば、それまで待つことにします。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。